ント。取るようにしなきゃ患者さんだって不安になるでしょ。ほら背筋もちゃんと伸ばして
そうそう、病院内ではそういう態度でいないとね。こうして見ると意外と男前だね。何？何言ってんの？用事はこれからある。そんなことはどうでもいいじゃない。もしかして迷惑だった？じゃあいいわね。彼女いる？彼女はいるのかって聞いたの。本当はまさか彼氏がいるなんていきなり聞くわけにはいかないでしょ。それともそっちの趣味の人？いないの？そうだと思った。わかるわ。つらいよね。じゃあ、ここに仲間でいて、看護師さんがいる病院に研究中で来れて、ラッキーだったわね。そう、この病院の有名なんだから。まあ、年頃の女の子の中じゃガッ少しでも早く知っておいた方が後が楽だもんね。そんなことしないわよ。もうみんなすぐ余計な邪魔入れるんだから。誰か診察に行かなきゃいけない患者さんでもいるの？じゃあ少しぐらいいいわね。私だって貴重な空き時間割いてるのよ。それで趣味は何？ちょっと新人研修医待ちなさいよ。
ね。ああよかった。私道に迷っちゃったんです。ん？ドクター。ん？ん？ドクターも迷ったんですね。じゃあ、どこへ行かれるところだったんですか、ドクター。外科病棟はこの先じゃありませんよ。この先にあるのは、ナースステーションと当直室です。ほら、やっぱり道に迷ったんだ。へえ、ドクターでも道に迷うんですね。ふーん。あ、そうそう、そうでした。放射線科にこの検査申請書を届けなくちゃならないんですが。はい。道に迷っている人の案内で信用できるかなとか思って。そりゃそうですけど、どうも信用できないな。ねえ、一緒についてきてくれないですか。一緒に来てくれたら間違えてた時にすぐ文句言えるし。冷たい。無責任だな、そういうの。自分の案内に自信がないんでしょう。じゃあなんで連れて行ってくれないの。そうそう、それにしても広いですね、ここ。放射線科に行く用事は初めてですから。私たち梶山って言います。梶山純。私は歴とした女の子です。そんなことありません。僕なんて自分のこと言うわけないじゃないですか。そんな子供っぽい。私は自分のことを独なんて言いません。ドクター、それってセクハラですよ。僕は正真正銘女の。たまたまです。たまたま。それ何というんですか、ドクターの名前。見習いドクターですね。だって事実でしょ、見習いドクターなんだから。でもちゃんと医師免許を取ったお医者様なんでしょ。先生って言ったら僕らが国とでは韓国の教師のことを指すんですよ。ごっちゃになっちゃいます。だから時々ごっちゃにしちゃって混乱するんですよ。だからドクターに決定。決め。なんて言って、これですか。言ってみてくださいよ。医師ですか。なんだかな。なんだかよそよそしくて嫌だな。でもさ、ちょっとねほら、なんだかテレビのニュースの中で医療過誤を起こした医者の名前を呼んでいるみたい。だからさ、やめようよ、そういう呼び方ね。また文句ばっかり言う。そういうとこ兄貴見た。え、いい兄貴だったよ。決めた。これからドクターのことを兄貴って呼ぶ。口先がうまいところとか本当にそっくりなんだもん。決めた。決め。兄貴。はい。了解しました。兄貴。
これで。またね、兄貴。
先生って前途有望なんですね。看護学生です。見てわかりませんか？あともう一つ、いきなり初対面の人間にちゃんづけは慣れ慣れしすぎじゃありませんか？どういった意味ですか？そう見えますか？じゃあこちらからも質問します。よろしいでしょうか？先ほど聞こえてしまったのですが、先生が院長先生のお言って本当？全部外に聞こえてました。どうして嘘をつくんですか？嘘をつかなきゃいけ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 なきゃ。やっぱりで、コネでここに入ってそのまま病院を継ぐわけですね。そうですか？だったらなんでやっぱり心の奥で院長先生の老いだってズルしようって思ってるんじゃない？私そういうの嫌いなんです。じゃあどういうことなんですか？それじゃ学校に戻ります。言い訳ですか？いいですよ、聞くだけ聞いてあげます。何とでも言えますから。もちろんです。バカにしてるんですか？そうですよ。わかりました。そういうことなら了解しました。いきなり変なことを言い出してすいませんでした。私は学校に戻らなきゃならないんでここで失礼します。はい、それじゃあ。いいです。そうじゃなくて。
そうですか変ですか私どんな風に直せばいいですかそれって変ですかあなたの見ないでください。なんでって あんまり変だと患者さんに信用されないんじゃないですか何を言っても信用されないお医者さんさんって悲惨じゃないですか私立派なお医者さんになれなくちゃならないんです先ほども院長さんが言ってましたけどお父さんの後を継がなくちゃいけないので田舎の医者弟がそういうの大事なんですしている内科を今回は新人しないんです新任の先生を案内してるんですよいえ物珍しがられているだけですよそんなんじゃありません状態ですがどうなるか分かりません
ったです。いくみちゃん、自分でもそんなことは分かってるらしくて、あんなに明るいいくみちゃんを見たのは初めてです。暇があったらぜひ顔を出してあげてください。院長先生もおっしゃってたんですが、今のいくみちゃんに必要なのは生きる。